はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケイケイでございます。お久しぶりのポケモン実況ということで、今回は、今までこれ独特シングルレッドやってきて、まあ、いろんな芸人たちが生まれてきましたよね。まあ、そんな彼らを、もう一度活躍させ、そして誰が一番芸人として輝いているのかを決めたいと思います。ということで、まずはパーティー紹介からやっていきましょうか。エントリーナンバー1番、ドロピーヨーン。僕の中では、この子はナンバーワンだと思っていますが、本当にナンバーワンなのか、今回わかるということで頑張っていきましょう。お次、ベティー。小さくなるキヤバンのね、一発どでかいのお見舞いしてくれる。そしてスターの実という持ち物を持たせてね、スター性もアピールしていく、そんなベイティでございます。エントリーナンバー3番、ダースティ。お久しぶり。こいつの顔を見るの何年ぶりだよ。ロックカットからのダストシュートロックブラストで、最後の最後は爆発で綺麗に散っていく。まさに芸人の鏡といった技構成でしょうか。そんな感じ。4匹目、ハブネーク。この子も何年ぶり。サンムーン環境で僕使ったこと多分ないと思います。そんな彼、命をかけることが得意です。命をかけて芸人魂をぶつけていく、そんなパーケモンでございます。エントリーナンバー5番、ニドリーノ。まあ、技構成見てくれたらね、角ドリルカウンター。もう一発にかけた思い。それだけは誰にも負けない、そんなニドリーノでございます。そして最後、エントリーナンバー6番、進化の奇跡を取られてゴルバチョフが出れないから代わりに出てきたバーレちゃんでございます。本当はね、まあ、芸人って言ったらゴルバチョフのあの状態上引きまくりのあのポケモンだろうと思ったんですけど、奇跡この子持っちゃってるんで、あーやっちゃったっつってね、やっちゃったってなったんで、バーレちゃんにしました。急遽ね、ゴルバチョフはちょっとね、ちょっといろんな事情があって、急遽ね、出れなくなったんで、バルちゃんになりました。バルちゃんもバルちゃんでね、こらえるで、なかなかいい、面白い動き、もうしっかり耐えて耐えて耐えまくる、もうね、そういう根性はあります、誰にも。誰も負けません。根性だけは、人一倍あります。そんなバルちゃんでございます。特性は奉仕だけどね。根性じゃなくて。まあ、そんな話は置いといて、まあ、今回のこの6匹。この6匹で、一体誰が芸人ナンバーワンなのか決めていきたいと思います。基本的に1パート1匹活躍させてパート6構成。そして最後のパート最終回に、まあ、一番誰が芸人として輝いていたかっていうのをね、皆さんに決めていただきたいと思います。決め方はね、特に考えておりませんが、そんな行き当たりばったりの企画頑張っていきましょうか。じゃあ、今回は一体誰が活躍するのか、僕にもわかりません。対戦の方をやっていきたいと思いまーす。はい、では対戦の方をやっていきたいと思いますが、なかなか個性的なパーティーでございますね。どうしよう。どうしよう。個性的すぎてこっちも個性をぶつけないと負ける気がする。いろんな意味で負ける気がする。どうしよう。初手ツボツボっぽいよね、これ。初手つぼんで、いろいろやってくるパターンだと思うんで、そこで、いろいろわちゃわちゃ積みたいと思うんで、これエスパー多いし、ベティは無理っぽいよね。ここドラピー読んでいきましょう、初手。ドラピー読んからのナンスのカウンターとかクソめんどくさいんで、ニドちゃんで全て持っていきまして、そしてラスト1匹、ハブカダスティ。ハブカダスティ。ハブはなぁ、うまいこといかない。でも HP 低そうだよね、このパーティー。意外とハブ刺さってんじゃない？そして、すり替えでソーナンスやっちゃえば、いけるな。ダスティ。ダスティダメか。ダスティ爆発するもんなぁ。いや、ハブちゃん行こっか、じゃあ。ってことで、ドロピーヨン、ニドリーノ、ハブネック、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いします。この3匹、誰でもね、活躍できる可能性あるんで、頑張っていきましょうか。
初手ドラピオンがうまいこと機能すれば、ドラピオンの三立て劇場が始まるわけですよ。一発かますばね、ツボついて、素早さか攻撃上げれば、一発ドカンと行くんですけど、ツボツボいいですね。見えてますよ。その選択、見えてます。どうせ、ネバネッティでハブネイケ塞げられたら無理か。しゃあない。無理ですね。じゃあ、ゼット、ツボをつきます。しょっぱなから、ツボをついていく。さあ、素早さと攻撃のツボどこかな。ドラピオン教えてほしいな。ここかな。いきまーす。ツボをつく。ギューあ、ぐー命中力。まあ。相手はこうやってネバネバネってやらステルスロック巻くターンがいっぱいあるんで、ここもう一回ツボつきます。もうめちゃくちゃあります。もうここでもう起点にします。はい、命中うーい。そんな命中あげなくてもいいんだよ。で、もう一回三度目の正直っつうもんがあるんで、世の中には。世の中には三度目の正直っつうもんがあるからね。ここで、ゲーンと、特防。アンコールいいのか？いいのか本当に。やっちゃうよ、うちのドラピオン。そんなこと言われたら、うちのドラピオンずっとツボついてるよ。いいんだな。いいんだな、本当に、そんなことやって。ぐーん命中率ええわ、もうもうええわ。めんどくせえな、お前。どうなってんだよ、お前の。お前どうなってんだよ、ほんとに。あと2回できるからな。あと2回チャンスあるからな。引っ込め。あと2回チャンスあるからな。頑張ってくれよ。どうする？チャーレム来たよ。B 上がって。せめて B 上がって。B を上げないと、負けですよ。回避、おすべて避けてやろうってことか。オッケー、わかったよ。ドラピオン、お前の意図することはわかったよ。わかったけど、本当に避けられるんだな。頑張ってくれよ。避けなきゃ負けだからな。頑張ってくれよ。はい？しっかりと、あーへっできねえじゃねえか。まあ、冷凍パンチだからまあ大丈夫。まだ大丈夫。耐えるから。で、もう一回回避上げるんでしょ。もう一回回避上げるか、攻撃力上げるか。特攻、ゲーン意味ねえとこばっか上がってんな。意味あるとこって言ったら回避と特防だけじゃん。あんだけチャンスがあってこれって何あれだけチャンスあって、命中力6段階、特攻2段階って何やねん。素早さ1段階下がってるしよ。しゃあないよ、もう。しゃあないから。じゃあクロスポイズン行きましょうか。避けなきゃ意味ないよ。オッケーせめて、最低限の動きを果たした。急所に、ドッカーン最低限の動きを果たしたんで、お疲れ、ドラピオン。今回のサムネお前だな、ロトム。ロトムもクロスポイズンが抜群なんで、どんどん行きますよ。素早さ1段階下がってるってのがやってられないけど、当たらないよ。クロスポイズン行きまーす。ドッカーンドラピオン、やっぱお前がナンバーワンだわ。もういらねえよ、なんかもう。芸人最強を決定戦なんていらねえよ。お前がナンバーワンだわ、やっぱり。お前以上の芸人魂見せつけてるポケモンなんていねえで。こんだけネタかまして命中6段階、特攻2段階ってこういうアホみたいな芸人かましといて三立劇場はすげえわ。やっぱお前天才。お前天才だわ、本当に。対戦ありがとうございました。次回一体誰が活躍するのでしょうか。じゃあね、バイバイ。